宮城県小鹿半島を間近に望む石巻湾に浮かぶ田代島。江戸時代後期より漁業が盛んで、大漁の守り神として猫を大事にする風習が今も伝わる。ニトダと呼ばれる集落には誰が飼っているわけでもない猫たちが路地のそこここで思い思いの時を過ごしている。長く大切に扱われてきたことから、猫も人懐っこく振る舞うため、この島では猫の生態を詳しく見ることができる。もともと夜行性の動物である猫は、読めは聞くが視力はそれほど高くなく、遠くで止まっているものが何か瞬時に見分けるのは苦手である。何かを見つけた猫がじっとその方向を見つめるのは、その動きを確かめるためなのだ。猫は視力よりも聴覚が発達しており、人間には聞こえない10万キロヘルツ程度の高周波でも難なく聞き分けることができる。高周波や超音波の聞き分けといえばイルカやコウモリを思いつくが、猫は左右の耳を独立して動かすことができるため、音の出どころを立体的な空間の中で特定する能力は他の動物よりも際立っているとも言われる。優れた動体視力や聴覚のほか、嗅覚や味覚はもちろん、猫は磁力や電磁波も感知できると言われている。感覚器官の発達した猫はまさにセンサの塊のような生き物なのだ。優れたセンサの力で物音や気配の変化に敏感に反応する猫だが、その表情を豊かに感じるのはその旺盛な好奇心のためであろう。天候、地震といった自然現象も含めて、今何が起こったのか、何が動いたのかを見定めようとする猫の仕草は、まるで未知なるものを分析する科学者のようでもある。縄張りを持ち単独行動をとる猫だが、仲の良い猫同士が同じ縄張りの中で暮らすこともある。こういった猫が道で出会うと、頬をすり寄せて匂いつけを交わし、肛門近くの臭腺を嗅ぎ合う。これは一種のマーキングであるが、頻繁に出会うときは短く高い声で鳴き交わす挨拶で済ませることも多い。その声は高い周波数なので、残念ながら人間に聞こえることはほとんどない。夜、猫たちが集まる。いわゆる夜会である。互いの縄張りを確認し、無駄な争いを避けるための行為と考えられているが、目を合わせることもなく、ただじっと座っているだけの光景はとても不思議な雰囲気を漂わせる。身近な動物だが、人間にはわからない領域の光や音、さらには磁力センサのような感覚器も発達しているため、猫の行動には謎も多い。だが、その姿をつぶさに見るにつけ、猫は自然に興味を有し、何らかのコミュニケーションで互いの生息場所を融通し合う賢い動物であるように映る。
人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。ハイテクの一歩先に、いつも堀場製作所。